オッツベルと像は宮沢賢治の短編童話である。詩人、小形亀之助主催の雑誌、月曜総刊号に掲載された。賢治の数少ない生前発表童話の一つ。教科書にも広く収録されているほか、公文式の教材にもなっている。この物語は、ある牛飼いが物語るという形式になっている。ある日、地主のオッツベルのところに、大きな白い像がやってくる。 オッツベルは像をうまく騙して、自分の所有物にし、過酷な労働を課す。そうとはろ知らず、はじめは、労働を楽しんでいた白象だが、徐々に食べ物を減らされて弱っていく。白象は、月の助言で、仲間たちに手紙を書き、それを読んだ仲間の像たちは、オツベルの屋敷へと押し寄せていく。そしてなだれ込んだ像によってオツベルはくしゃくしゃに潰された。 白蔵やサラ皿僧侍が登場することから、インド東南アジアを舞台とした物語ということが、わかる。強欲なオツベルは、白蔵の善意を踏みにじって殺されてしまうが、白蔵は喜ばない。研究者の続橋達夫は、白蔵が、寂しく笑ったのは、オツベルの冷酷さを改心させられなかったことへの、悲しみであろうという見解を述べている。かつては、全集編集の際の手違いから、 オッペルとゾウというタイトルにされていたが、後本、宮沢賢治全集編集の際に、誤りが正された。このうち、については、書出紙月曜では、即音も通常の文字と同じ大きさになっており、また、下書きを含めて原稿が一切現存していないため、実際の発音、表記が、オツベルと、オッペルのいずれであるかは不詳である。また、月曜では、 末尾部に一時分が黒四角もしくは黒点になっている部分がある。前期の通り原稿が現存していないため、この部分は、後本前週以降、一時不明とされている。後本前週よりも前の前週では、この箇所を、君という文字に肯定していた。ありがとうございます。